覚悟はできてるよな。ええ。桐生さんならこの金なんか使わずに道場界を立て直してみせろって言うんでしょうね。さあ、それは分からない。お前の立場になってみないとな。譲れるもんなら譲りたいです。だが俺にも意地がある。 俺を信じてついてきてくれた仲間に俺なりの生き様を見せてやりたい。あんたが昔俺に見せてくれたようにね。大吾、またこうして直接戦えるなんて思ってもみませんでした。でも正直こうして戦えることが嬉しいですよ桐生さん。 体で教えてやるぜ。行くぞ、キリュウ。
やっぱり、あなたは逮捕しません。辞職させていただきます。副総監。どういうつもりだ？刑事としての行動を逸脱してしまうかもしれないってことですよ。何をバカなこと。 この人数相手に何ができる？お前も父親と同じように犬死にするだけだ。宗形さん、あんた全然分かってない。この町にはね、たとえ相手が100人200人いようが、たった一人で戦う人たちがいるんですよ。彼らのようにね。 それじゃあ、現場操作の時の感覚、数十年ぶりに味わってもらいましょうか。やれ、こいつは早く殺せ。副総監、いや、宗形の野望はここで終わりだ。覚悟しろ。
おい、会長、堂島会長、あんたはヤクザだろ、強いんだろ、なんとかしろ。おい、やっぱりすごい。俺には越えられなかった。え、あんたも明日からのことを考えた方がいい。ちゃんと現実を受け入れるべきだ。何を言ってるんだ。おい、 おい、待て。谷村君、ちょっと待ちなさい。こんなことをしたら君どうなるか分かってるか。 殺すべきではない。そうか、そうだよな。荒井、兄貴。荒井貴様、宗像さん、 怖いですか？だがあなたがのし上がるために多くの人の命を奪った罪は、こんな恐怖だけで償うことは、あなたは死ぬべきじゃない。あなたが利用してきた刑務所の中で一生この罪を償ってください。私も一緒にお付き合いします。 こんなことで私が逮捕されると思っているのか？何？刑務所に送るだと？私を誰だと思ってるんだ。警視庁もそれも副総監だ。 そんな人間が捕まることがあると思うのか？え？お前の犯罪行為は証明されてる。確固たる証拠もあるんだ。なのにどうして逮捕できない？バカだな。現場も刑事ってな。警察というのは正義だ。この国の正義を司る崇高な組織だ。
その警察の顔役たる私が逮捕されてみろ。バカな一般市民は混乱するだろう。そんなことを警察が許すと思うがね。権力者は権力によって守られる。なぜかわかるか。それがこの国の秩序のためだからだ。殺すなら今のうちだ。だが殺せばここにいる全員刑務所行きだ。それでもいいのか。さあどうする、どうする。え？結局お前たちがしたことは労力の無駄遣いだったということだ。じゃあ本当にそうか試してみようか。何？ああ、俺だ。準備はできてる？よし、じゃあやっちゃって。伊達さん、こんな話聞いてませんでしたよ。新聞社の活動に警視庁のヘリコプター使うなんて何考えてるんですか。いいじゃねえか、国民のためだ。今さら固いこと言ってんじゃねえ。そら、なんだあれ。これは俺らの知り合いにちょっと気合いの入った分野のおっさんがいてね。その人が書いたスクープです。ああそうそう、あんたが追いかけていた例のファイルのコピー提供したのは俺らなんですけどね。貴様、これであんたはおしまいだ。死ねえ。秋山。秋山さん。くそ。おい秋山、秋山大丈夫か。あ、秋山。秋山さん。おい秋山、どこを撃たれたんだ、大丈夫か。あ、どうした。素敵やな。あらい、終わりにしましょう、宗像さん。
やっぱり俺は金に縁があるんだな。金なんかもういらないと思ってたのに、最後は金に救われちゃったよ。やっぱすげえわ、あの人たちは。せえな、いつまで待たせんだよ。やっぱ40超えると人間長話が好きになるのかね。すみません、お客さんでしたか。あ、どうぞどうぞ。あ、すみません、ここんとこずっと秘書の子がいなかったもんで。ダメなんですよね、自分一人だと整理整頓もできないみたいで。本当、私がいないと何にもできないんですね、社長は。え？で、お前の方はどうすんだ。そろそろ行くのか。そうだな。ちょっと何やってるんですか、伊達さん。早く次の現場行かないと須藤さんに怒られちゃいますよ。早くしてください。ああ、分かった。それじゃあ俺は行くな。ああ、またな。
この登場会は俺たちの生きた証だ。ああ、力になってやってくれ。直系西島組としてな。任せろよ。よし、行こう。